ワンコ広報室。今週のテーマは岩手モーモープロジェクト2021、岩手の牛肉乳製品の魅力を発信。今年は牛年、岩手は牛にまつわる文化が数多くあり、全国有数の畜産県、牛年は岩手の年です。そこで県は今年、牛で岩手を盛り上げながら様々な事業を展開していきます。その取り組みが岩手モーモープロジェクト2021、4つのプロジェクトで国内外に岩手の牛肉や乳製品の魅力を発信していきます。東北唯一の闘牛の大会である平庭闘牛大会など、1年を通して牛に関わるイベントが新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮しながら開催予定です。中でも全国各地の乳製品が一堂に会する全国ヨーグルトサミット in 岩手が9月に滝沢市で開催されます。全国ヨーグルトサミット in 岩手は、地域の暮らしづくり、そして地域の未来づくりのために開催いたします。全国の地方乳業メーカーさんを主体とした、ヨーグルトサミットというふうになっておりまして、全部で40社集まる予定となっております。岩手らしさというところを全面的に PR したいなというふうに思っておりまして、一番その新鮮な生乳を最大限生かしたヨーグルト作りというところを、ぜひ消費者の皆様にも全国的に PR できる場になればと考えております。岩手牛のホームページでは全国各地の岩手牛が食べられるお店、購入できるお店を岩手牛取扱推奨店として紹介しています。岩手牛のホームページから直接購入ページへ進みたい方は、ネットで買える岩手牛で検索ください。岩手の美味しい牛肉乳製品、買って食べて岩手を応援しましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。